申し込む。テレビ局が創設バトル東京五輪、最後の目玉 MC はジャニーズあの男。オリンピックも終わっていないというのに、もう東京オリンピックに向けてのバトルが始まっている。選手のことではない。テレビ局が特番押し切る司会者 MC 選びに血眼になっているのだ。その意外な目玉はというと、ダッシュダッシュ東京オリンピックの開会式まであと2年と半年。遅れを取り戻すかのように建設が進む競技場を横目に、テレビ局が必死に抑えにかかっているのが MC のスケジュールだ。2年半先と言っても遅いぐらいなのです、とは制作プロダクションの関係者である。オリンピック特番の MC を務めることになると、全体で2週間以上、しかも生放送で毎日拘束されることになる。現在レギュラーの番組を持っているのなら、今のうちに調整しておくことも必要です。加えてオリンピック番組の MC は爽やかなイメージが欠かせないし、トークも上手いタレントとなると限られてくる。それもあって在京キー局のオリンピック特番は毎回同じタレントを MC に起用することが多いのです。実績とお互いの手の内は分かっているし、スケジュールも組みやすいからです。と例えば日本テレビは北京オリンピックから6大会連続で櫻井翔がキャスターを務め、また TBS はアテネオリンピックから8大会連続で中居正広、テレビ朝日も松岡修造を8大会続けて起用している。ただしフジテレビだけは国分太一を起用した時期があったものの、元選手や局の関係者を使うことが多かった。今回の平昌オリンピックのキャスターも加藤綾子元フジの局アナと、高橋大輔元フィギュアスケート選手、野村忠宏元柔道選手というメンバーである。他局からすると、うちのキャスターはやっぱり地味。そこで東京オリンピックでは人気タレントを起用するべく人選に入っています。フジテレビの関係者、そこで目下マークされているのが関ジャニ∞無限大の村上信五36である。